皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロジー B417 ことはーちゃんです。今回はまたお裾分けファイルを作りましたので、それをご紹介したいと思います。2冊っていうのかな、2個あるんですけれども、ご紹介します。まず引き揃いとですね、まだ結んでないんですけど後で結びます。こちらになります。これは付箋を、ここにまず付箋のお裾分けをこう貼って、ここのところにマイメロちゃんの封筒を2枚入れました。ファイルに入れてるものは過去の購入品でご紹介しているものばかりですね。よいしょ。で、これはその封筒と同じ柄のメモになります。ミニメモですね。こんな感じで3枚ずつ入ってます。で、こっちにはこの柄のメモですね、これも入れました。で、ここにはウォールシートを貼ってます。このページ結構個人的に気に入ってます。可愛い感じにできました。これはサンリオショップの前のメモですね。こんな感じです。ちょっとさささっとご紹介しますね。そしてこちら、よいしょ、こちらは最近のメモになります。最近サンリオショップの、サンリオショップで出た新しいデザインのものですね。で、ここにはミニレターセットを入れてます。こんな感じです。で、ここには慎重に出さないと、おいしょ、こんな感じで、これもメモですね。この柄かわいいですよね、気に入ってます。これのお裾分けを入れて、そして、あららら、入ってなかった、おいしょ。こっちにはポチ袋、マイメロちゃんのポチ袋のお裾分けを入れてます。4種類ですね。まずスイーツのものと、こちらとこちらとこちらですね。で、ここはこんな感じでマイメロちゃんの封筒の中にこういうメモと封筒のものを入れてます。一応折って入れましたね、入んないので。こんな感じです。これもサンリオショップのものですね。で、ここもこういう、ここをのりしろって書いてるんですけど、貼って使う封筒、小さいの3つを入れました。はい、このファイルはこんな感じです。結構マイメロちゃん大好きなので、マイメロちゃんのファイル作るのはすごい楽しかったですね。はい、こちら。そして次こっちですね。これはマイメロちゃんとキキララちゃんにしました。本当はキキララちゃんだけのを作りたかったんですけど、あんまりキキララちゃんのもの持ってなかったので、持ってるんですけど、封筒とかもなかったので、意外とね、キキララちゃんのレターセット買ったことがなかったので、はい、ちょっとね、マイメロちゃんとキキララちゃんにしようと思って、なのでマイメロちゃんとキキララちゃん好きの方へ作りました。まずこれはこんな感じで、中はこんな風になってます。ここはこういうメモ3枚ずつ入れました。ここは全部キキララちゃんですね、6枚。で、ここはミニレターセットになります。さっき紹介したやつと一緒ですね。よいしょ。で、ここはキキララちゃんのメモを入れてます。こういうやつですね。5枚ずつ入れてます。あんまりキキララちゃんのメモ持ってなかったので、これとこれ入れましたね。ここは
メロちゃんの封筒を2枚と、ここはこんな感じで、これはキキララちゃんとは関係ないんですけど、こちら星のものなのでちょっとキキララちゃんっぽいかなと思って入れてみました。何かとこういうの使えるので入れましたね。でこちら、ここは結構可愛くできたキキララちゃんのページです。ここはキキララちゃんの最近新しく販売されたメモ、このメモを入れました。そして本当はこっちもマイメロちゃんとか、あ違う、キキララちゃんにしたかったんですけど、前のメモがなかったので、このポイントで交換した、サンリオショップでポイントと交換したこちらのキキララちゃんのメモを入れました。これ両面印刷で可愛いので、はい、いいかなと思って入れましたね。でこっちは、ここはさっきもご紹介したメモが入ってます。こういうやつですね。と3枚ずつかな入ってます。でここはキキララちゃんとはまた関係ないんですけど、こういう小さなメモっていうのかな、レターみたいな感じのものを入れてます。4枚ぐらいかな、あ5枚ぐらいかなですね。ここは付箋、ここも付箋、3枚ずつぐらいかな、ここは、はい、入れてます。はい、こんな感じです。というわけで今日はこちらのお裾分けファイルを作ったのでご紹介しました。引き揃い糸で結んで販売します。はい、こちらね、縛って完成です。というわけでご視聴ありがとうございました。販売するので気になる方はぜひご覧になってください。はい、メルカリで販売するのでね、はい、ぜひ見てみてください。というわけで今日はお裾分けファイルのご紹介でした。また違うキャラクターで作れたらいいなって思っています。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。